はい、今日も運命の導き占いやっていきましょう。今回チャネリングで引いていきたい占いカードとして、メタルドラゴンっていうのをやってみました。メタルドラゴンの占いは1、自分のデッキからコスト2以下の絶好調を持つエリート2体出す。なかなかいいね。 5の33なんだけど、さらに2体出してくれると。もしくは絶好調を持つ全ての味方ユニットをプライチプライチしてくれる。これは場に置いてあるユニットじゃないとダメだと思う。手札とかだとね、やってくれないと思うんだよね。両方発生したらかなり強いということで、ほぼすべて、絶好調のユニットです。ラプソンとベスタムーンアとダークドレアム以外は、ほぼすべて絶好調という感じでランクも行きましょう。未来をつかみに行きます。さあ、メタルドラゴンがどこまで活躍するか。除去系のカードはないんで、かなりいつでもいいぜ。こういうやつには苦しいと思うから。準備はいい？それじゃ始めるわよ。まあバラバラとたくさん出せばなんとかなるだろう。タマサがある必要があったかって今思ったね。スカイドラゴンも割といいんだけどな。レッドペッカーは後でね、出てきてほしいからね。ちょっと今は、クソか。いいね。まずこの、ヘルパイレーツを使うっていうのがすごくいいね。トゲボース。トゲボースから行くのもいいかもしれないね。せっかくなんで。ガンガン殴っていきましょう。さあ、行こうか。いきなりは殺せないよね。さあ、よし、殴れ殴れ。さあ、タバサ、いいよ。はじめまして、私タバサです。さあ、チャネリングとか銀太郎とか引いていきたいところだが、俺のターンだ。なんか出たらダブルショットだが、何も出ないとテンション上げるしかないっていう、やることなさ加減が嫌だな。スナイプで。除去満載だからな、結構辛いんだよね。これを打てないから、さてどうしよう。なんかユニットを出したいが、出しても殺されるだけ。レッドペッカー出しても殺されるだけ。これは出さない方がいいのかな。ただ回復されるだけだもんね。難しいとこだね。まあいっか、あげっか。まあでも復活とかないからな。次はこれヘルパイレーツでいこう。ヘルパイレーツは相手が殺せますかというところ。ここに2点打つしかないよね。で回復するかどうか。回復するんだ。1体だけ出すと、ああちょっとドローソースが足りないね。これ1体だけ出すと2ドルショットを食らうんだよね。あ、そうでもないか、これ。コストがゼロになったか。よし。なかなかいいね。素晴らしい。もうやれることはない。で、ニードルショットが効くかどうかは、どっちに打ちますか、どこに当たるかな、的な。じゃあ、そっち打つしかなくなった。いいね、いいね。手札がカツカツだっていうのが辛い。何も出してこない。私のターン。何も出してこないならデスタムーアが先だな、これは。あ、メタルドラゴンに、ね、いきなりメタルドラゴンもいいか。あんた倒せないんじゃない的なデスタムーア。よし、さあ倒せるか。ニードルショットの博打打ちしか倒す方法ないんじゃないかなと思うが、行こうか。さあ、あとはスナイププラス王女救出。あとあれがあったか。ああ、ホーリーライト。そんなもん持ってんのかよ。悔しいな。それは悔しいな、ちょっと。いいもん入れてますな。さあ、行くわよ。クローズからの、絶好調2体。
いいんじゃない、これは流れが。2体出す。これなかなかいいよ。素晴らしい。素晴らしい展開だ。このメタルドラゴン強い。強さをなんとなく見せられた。これでも4。ああ、4。こいつ殴れないのか。からの3、2、3、5とあるし。全然悪くはないぞ。おー。さてと、そんなことやってる余裕があるかな。クソ、デスタムが殺されたのが辛いな。ベホイミあるってことは反転入りってことだよね。ホイミやろうかどうか。悩んでいる。悩んでいない。あ、いいね。チャネリング。メタルドラゴンで、いやー待てよ。あれ、金太郎引いてこい。金太郎引いてきたら、金太郎引いてきたらダブル。いやー来ない。金太郎かと思った。今一瞬銀太郎に見えた。こいつはでも敵リーダーを攻撃できない。悔しい。絶好調もう一体たくさん出した方がいいかな、これは。それともプライチ、プライチしても、こいつがプライチになるだけか。俺もプライチになるか。どっちにしようかな、これ。悩むね。プライチにしよう。スーパーメタルドラゴン絶好調デッキ。しかし全然削れていないという。もうの影いいよ、これ。ステルス。この 5点が当たんないっていうのは悲しいな。55まで来てるんだから、なかなか。グレーなら1機で出しただけじゃ何ともならんでしょう。しかもこっちは、あー魔将軍からまさか2回撃つの。癒しの雨2回。うわ、2回はない。さすがに2回はさすがにないでしょう。ホイミ、あとベホイミを撃つか。絶好調状態だと攻撃できないから、こいつでこいつを殴ればいいだけ。からの、まだある、まだあるの、まだあるんですか。スーパー絶好調勝ちをしたかったな。仕方なく一戦を打つか。あー、ベホイミ。結構あるなぁ。これでホイミが出ると辛い。回復はしない。回復はしない。いいねぇ。こいつ殺して。ステルスが強いんじゃない？さあ、ワンドロー。ワンドロー。いいの、ワンドロー来いよ。間違った。ワンドローしなかった。まだテンション上げるだけだった。少しだけ未来を見せてあげましょう。銀太郎今更いらないな。あ、でもテンション2個上がるっていうのはいいか。いや、でもユニットの方がいいかな。銀太郎はいらないな、これ。行きますよ。これは殴れないのか、悔しい。俺のターンだ。でっかいやつ来たらこいつで殴るっていう、うん。そろそろ精霊の矢プラス、でもあと11点。ここ7があるからな。7。信号の術。術打ってる場合じゃないんじゃない？ザワラブルしてる場合じゃないんじゃない？あー、そうか。もう一回。天使の守り。あー、守っても意味なくない？ 7、2、1、3あるよ。さあ回復して、14、7、8、9、10、11、12。あー、あと2点。2点足りない。ホイミとかやってくるか。一戦はない。あー、でももう一回回復するっていう手もあったか。豪傑グマじゃいまいちだな。まあ、でもとりあえず倒そう、こいつは。ワンドローするから、そこに期待。さあ、これで。速攻、速攻、メタルドラゴンでもいい。速攻、何か来い。
ホワイトパンサーいいよ。1、2、3、4、5、6、7。1、2、9、14。ぴったりじゃないこれ。速攻。やったー、スーパー。いや、見なくていい。お、いえ。スーパーメタルドラゴンデッキ。きたー、なんと。俺が負けるなんてな。回復力のあるククルに勝ってしまった。これがメタルドラゴンの強さよ。全然運命の導きやってないな。次は導きやろう。いやー、気持ちよかったなー。これは強いよ、メタルドラゴン。もう一回。未来を掴んでいきましょう。これは面白い。ユニットバラバラバラってたくさん出せるとすごくいい。この私が相手をしてやろう。そこが運命の導きあたり。デスタンはスモークいいね。ベストムーンはちょっと置いておきたい気がするな、これ。あれでテンション上げるタイプでしょう。さて、どうしようかしら。ああ、まずタバサがいいな、これは。タバサから行ってチャネリングの方がいいか。その方が、チャネリング、タバサでやると、MP が1増えるからね。相手は8だと思うんだよな。うわ、出してくるんだ。8型じゃないってこと。8型ではないってことは。さあ、行くわよ。いいよ、これ。チャネリング。さらにこの仁王立ちが置けるっていうのがすごくいい。さらにでかいのが出てきたら次タロットショットも打てる。何にするかな。これだ、占い確定してないと弱いな、よく考えたら。滅びされ。マイナス。少しは役に立ってみせろ。ああ。そういういやらしいデッキなんですか。え？闇への供物。ああ、なるほど。さっさと上げちゃう。でも、それだとこっちはあんま食らわないから別に、苦しくはない。あとちょっと打つまでもないと。誰かユニットが出てほしい。どうしようかしら。いいね、ゴケツグマ。強いよ、これ。もうやれることはない。私のターンだ。次はメタルドラゴンで、できれば、占い、1の占いが出てほしい。なるほど。ひたすらゾンビデッキか。さあ、行くわよ。呪い、1の呪いが出てほしい。1の呪いに行きたい。1、2じゃなくて1。1、1、1。よし。いいね。割といいぞ。メタルドラゴン強いぞ。さあ、でっかいやつが出てくるだろう、次。オーレンとか出てきたらこれで、バッサリ。そう、デビルブラザードとか出てきそうな気がしたんだよ。それをバッサリやっつけると。わー、強いじゃないか。ありますな。でもこっちも倒せるんだよね。問題なく倒せちゃうんですよね。先に出せば、骸骨は当たる範囲が減る。
どこに当たる？あらー、そこ。生き残って欲しかったのに。そうはいかないと。どうだ？割と、盤面は、取っているが、そろそろベルバームが出てくると一気に返される。あっちの方が先に MP が上がるから、これ出したところでベルバームになる。オーレン、強いな。しかし、オーレン、これでやっつけられるからな。問題なし。しかも、デスタムーアを出してしまうという。まあ、歌ボスだろ？多分ベルバームが出てきちゃうだろうな、これ。どうだ、ベルバームないことを祈る。頼む。カード3枚しかないから。あれ？僕今、殴ったよね。カード3枚しかないから、ベルバームなしで。なし。お願いします。アスラだった。アスラならまだよい。テンション上げられないからな。さあ、私のターンね。アスラを倒すかどうかは悩むところ。あ、ラプソンいいね。これ倒さなくてよくなった。出番が来たようですね。私も共に戦いましょう。ムシムシ。ラプソンいいぞ、意外と。何にするかな。さあ、ガナサダイ来るか？来そう、やっぱり。俺が倒せないんだよな。うわー、ガナサダイゾルデという、めちゃくちゃ強いコンボ来たな。よし、そいつを殺したら、こっちに。あれが復活するか。あー、隠された。ずるい。あいつを倒さないといけない。ここずるい。ここに来るなんて。ここに来るなんてずるくない？ちょっと。どうしようかしら。届かないな。スモーク仁王立ちしたところで、なんか逆転の一手。来てください。これだけで二十何点あるな。うわー、逆転の一手来たのに。それじゃないだろう、みたいな。友達で耐えてる場合でもないしな。うわー、どこも厳しいな。全部叩きたいのに全部叩けないという。ステルスもこっち出すべきか。厳しいな。これ殺せないじゃないですか。せっかくラプソン出したのに。少しだけ未来を見せてあげましょう。ドレアム。全部死んだら9になるから。お、ドレアムいいかもしれないな。一気に逆転できるかもしれない。皆さん、あとはお任せしますよ。もうやれることはないわね。無だ。すべてを無に。強っ。少しは役に立つ。強っ。魔力解放。さらに出すの？ああ、これはずるいわ。これはずるいわ。しかも前ブロックされたから、これが死ねない。こいつが死ねない。私のターン。せっかくのダークドラム11か。11じゃちょっと無理だな。9まで下がってると思ったんだけど、下がらなかったね。いやー、強すぎだ。私のターンだ。ガナサナイが倒せない時点で終わった。
修行が足りなかったかしら。珍しいね、ゾンビ型。久しぶりに見た。昔強かったピサロ。ちょっとね、運命の導き一回もやってないんで、もう一回行こう。一生いっぱいで運命の導きにかけよう。未来をつかみに行きましょう。なかなかメタルドラゴンだけで勝つっていうのはやっぱ難しいな。俺の勇姿を見せてやらないとな。クーフルはもう戦いたくないんだよ。めっちゃ運命の導き引きに行こう。だから返す。引いてこないな。引いてきてほしいんだが引いてこない。まずテンション上げでいいかな。金太郎か運命の導きが欲しいんだが、デッドペッカーもね、できればメタルドラゴンで出てきてほしいクリーチャーなんで。さあ、私のターンね。チャネリングがあるからとりあえずこれでしょう。始めまして、私タバサです。もうやることはないわね。さあ。運命の導きが出てきてほしいな。さあ、行くわよ。クローズか。クローズから行くのもいいな、これは。どうやら私も舞台に上がらないといけないようですね。さあ、行こうか。ミラクルソード出ないと殺せないはずだが、あるか？もしくはスナイプ。もしくは無視するか。スナイプあるか？ありそうだね。あるんだ。つまんねえな。つまんねえな。さて、このままでは一番つまんない。一番つまんない倒され方。メタルドラゴンいいね。これデッドペッカー出しても殺されるだけだから、ここはテンション上がるだけ。次メタルドラゴンで2体出そう。全然運命の導きは来ないな。やることなしこちゃんにしてください。エロスの弓とかやめろ。エロスの弓とかやめろ。やることなしで、とりあえず、それを打って、テンション上げて終わりにしろ。さあ、そうだよ。私のターンね。さあ、ああ、運命来たね。運命、でも、最近こっちだな。さあどうだ？デッドペッカー来た。いいよ。あ、さらにワンドロー付き。素晴らしい、明治パン。これ連続メタル、メタル、メタルっていう方法もあるぞ。そうするとこいつらいちいち増えるから、毎回。モコウモリ。無視。こいつは無視。もう無視。癒しの波動。無視して、無視して、メタルドラゴン。もう2体出すか。いや、待てよ。タロットショットを打つという手もあるか。無視しよう。無視しよう。今度はこっち、絶好調。絶好調ユニットがめちゃくちゃでかくなります。次またメタルドラゴンで絶好調ユニットがめっちゃでかくなります。さらに絶好調に戻すっていうのもあるし、コストを下げるっていうのもあるし、またメタルドラゴンで上げるっていう手もある。3か、次6、7、7コスト使える。あー、2ドルらしい。それを使わざるを得ない悲しさ。まだなんかやれることあるの？あんた。なるほど。
て、どうしようかしら。さあ、それでいいんですか？それでいいんですか？僕はあなたを倒しちゃいますよ。まあ倒すわな。タロットショット。コストがマイナス1ってことは、これは0になる。これが1になるのか。こいつは倒したいな。だからこっちか。どうだ。お、あと10。これでメタルドラゴンで、こいつらの攻撃力が111上がれば、4、5、6、7、8、9、10、11点。そうはやらせてくれない。プラス、ニードルラッシュか？うわぁ。回復するか。2点与えたところでって感じだよ。大丈夫か？癒しの波動。また2体出した方がいいかな。いや、これはいちいち増やした方がいいな。さあ、行くわよ。ああ、銀太郎から両方。いけないな、両方は。くそー、残念。8コスあったらいけたのにな。待てよ。ああ、レベル2か。残念。レベル1だったらチャンスあったな。お願い、力を貸して。カミユいいな、これ。シルビアもいいが。カミユいいんじゃない？あの武器は奪える。武器奪うの良くないか、これ。いや、でもまずこっちが先だろうな。メタルドラゴンで。武器奪って、これ回してからだな。さあ、運命を切り開くわよ。はあ、銀太郎か。ここ間に合う？間に合わないか。神湯で武器を奪って勝つというシナリオを見ている。これレベル3になっちゃうのか。じゃあ回復されちゃうな。ああ、武器奪いたかったけど、これ一回使われちゃうな。回復すれば、回復して8点になればお前は勝つ可能性があるぞ。いや、今武器神湯で奪うべきだったな。そういえば2点しかこう入らないから、くそー、武器は欲しい。復活の杖とかやってくるかもしれない。でもまだこれ7点あるよ。7点あるよ。7点あるけど、どうなんだ。メガザルで回復、回復で8になる。ギリギリこっち7なんだよな。ギリギリ7なんだよな。速攻の、なんか出てくれ。引くしかない。引くしかない。それ以外やることないだろう。8点。あと1点。あと1点。カミューで奪っておけば、なんとかなったかもしれない。8点。あと8点。なんか来い。ドーレアムじゃない。これでワンドローする。ワンドローにかける。ワンドローにかける。ラプソンいいね。ここはラプソンいいかもしれないな。とりあえず、一回回し。回してから考えよう。加入勝ちがしたいんだよな。あー、天変地。いつもこれだよな。いつも後で天変地来るんだよな。よし。さあ、あと1点だ。
活の精を神で奪って勝つというところを見たい。どうするかな。天変地異でもいいな、次。さあ、あと1点だが、殴ることもできない。回復しても4になるだけ。ザラキ打って回復しても、あ、まずいか。ザラキ打たれるとちょっと良くないな。諦めたか？電話やることないか？時間も少なくなってきたし、さっさと終わらせるか。行くわよ。よし。はい。まあ、最後は神を出してあげる。さらに追い打ちのデスタムは出して。俺に任せな。はい、さようなら。いやー、圧倒的メタルドラゴンの強さを見せつけることができた。これは素晴らしい。チャネリングでコストが4になったメタルドラゴンが MP4 の時にユニット3体出すっていうところがめちゃくちゃ強いんだな。素晴らしい。ではまた。